こんばんは。今はですね、試合前日の4月8日金曜日、仕事終わり、柏餅買ってきました。これ食べて、勝ったら苦労しないけど、一応買ってみました。食べます。いただきまーす。ここは小杉の駅前にあるメチエさんというパン屋なんですけど、いつも前通るたびに行列がすごいので、アウェイのサポーターの皆さんもぜひここのパン屋さんでパンを買ってみてください。今ちょっとダウン着て、ダウンっていうのかな、まあいっか、ダウン着てるんですけど、めっちゃ暑いんです今。もうダウン脱ぎ捨てて行きたいくらいなんですけど、すいません、ちょっと暑くて我慢できないので、いただきます。おいしい。2018年のアウェーなんですね。まだ当時江坂選手とか伊東純也選手とかがいた時代なんですけど、最初先制されたんですよね、伊東純也選手に。すんごいトラップからのシュートだったんですけど、でその後にフロンターレの小林優選手がとんでもない弾丸ミドルを決めて追いついて、で最後今ジュビロにいる鈴木優斗選手、あだ名ラルフって言うんですけどね、ラルフが本当、まあ、ダイビングヘッドみたいな感じで逆転弾を決めて、それがすごい印象に残ってます。本当どのゴールもすごいいいゴールなんで、皆さん時間あったらハイライト YouTube で見れるんで、もしよかったら見てみてください。多分毎年やってて、前は確かドイツのキーパーのオリバー・カーン選手来てた気がします。楽しい。こんにちは、ギデです。ギデさんです。ACL 行く前に、そうですね、ここはどうぞこう気持ちよく勝ってもらいたいなっていうのがあります。はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。今日の私のご飯です。このレイソルカレーライスを買います。レイソルラッシー、めっちゃ美味しそう。米多くない？嬉しいわ。これはいつかお家でいただきたいと思います。ドン。これね、なんか目の前通りかかった時になんか美味しそうだったから買っちゃいました。マグ牛さんの焼き鳥ネギマ丼です。じゃあ一周しちゃうぞ。ちょっと食べきるのは難しいかな、わかんない、ちょっと自分の胃袋と相談だけど、今日は1回バックスタンドからの応援なので、いつもとは違うアングルで撮影しております。選手入場です。本当に買ってよかったです。はい、で次、ACL あるんで、また一生懸命応援頑張りたいと思います。今日は本当にお疲れ様でした。バイバーイ。Yeah.